広島経済大学は、広島県広島市浅南区議園五の37の一日本部を置く日本の私立大学である。1967年に設置された、大学の略称は公共大。略称は、教大あるいは経済大がよく使われるが、全国の他の経済大学と区別するため、公共、公共大と呼ばれる。また、大学の門や学生省などには、 英字表記の頭文字であるヒューが用いられている。創立以来、約一世紀にわたり、BE スチューデントオリエンテドの精神のもと、学生本位の大学を追求。また、ゼロから立ち上げる共同人、すなわち斬新な発想と旺盛なチャレンジ精神、そして仲間と共同して物事を完遂する力を備えた人材の育成を目的に独自の 共同間教育プログラムを採用。様々な経験と実践を重ねる中で実社会の即、戦力となりうる人材の育成を目標にしている。設置母体は、学校法人石田学園。同学園は、現在の広島産業学園産業高等学校の、前身である旧制産業中学校、商業学校を講師とし、同校を母体に、広島に高等商業学校開設の準備を、 進めていたが、第二次世界大戦回戦及び広島への原子爆弾投下により断念した経緯を持つ。経済学部のみの単価大学であったが、2019年、経営学部、メディアビジネス学部を開設。下木温駅から徒歩3分程度のところ及び、三菱重工業跡地の学生駐車場から、本学専用の無料スクールバスが通っている。また、2006年度からは、 共同関係有の大町駅行きのスクールバスも開通した。ありがとうございます。